どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。ついにレベルが99になりそうです。今までに集めた経験値が90万で、残り5520でレベル99になります。おそらく100とかにはならないんじゃない？おそらく99で頭打ちだと思います。で、レベル上げをするにあたって必要な絆の記憶があります。それがこれ、勇者の家庭教師ですね。獲得経験値アッププラス 50% となっております。やっぱりね、 1.5 倍になると全然違いますね。で、大以外はレベルがまだ、85、90、88と、中途半端ですね。で、思ったのがポップの成長が遅い。ポップだけ遅いんですよ。レベル今85なんですけども、経験値はね、マームもヒュンケルもそんな変わりません。おそらくポップだけ、必要経験値が100万超えるんじゃないですか。おお、なんか成長が遅いですね。で、レベルを上げ出したのが50ぐらいです。50ぐらいからレベルを上げて98までにだいたいね、5時間、5、6時間ですね。5、6時間で、50から98まで行けました。で、レベルを上げる場所ですけども、ストーリーの第6章です。6章の、ここ、ロモス武術大会特別マッチその1ですね。ここを、速攻で倒して、周回するっていうやり方をやりました。まあ、ここね、魔の森の修行、ここでもいいと思うんですよ。はぐれメタルがここ出るんで。でも、はぐれメタル出るって言っても、そうね、10回に1回ぐらいじゃないですか。なので何度も、リタイアしなきゃいけないので、もう諦めてここをね、まあ1周3000ちょっとですけども、30秒ぐらいで1周回った方が早いのではないでしょうか。まあとりあえずあと2周ですね、頑張っていきましょう。一応ね、6秒で倒せます。装備が良ければレベル70半ばぐらいから6秒で倒せるようになりました。行くぞ。最初紋章戦打って、で火炎大地打って、もう一発っていう感じですね。で、6秒で倒せます。まだまだ、あ、で、難易度です。難易度は、普通と優しいあるんですけども、優しいでやってください。レベル上げは優しいがいいです。経験値は、普通でも優しいでも変わりませんので、ぜひ優しいで、速攻で回るようにしてください。それがね、絶対早いので、おすすめです。はい。ハグメタ出るまでやらんでいいな。あと一回ですね。回りましょう。ほんとここね、30秒以内で回って、経験値3000ちょっと入るので、美味しいです。まあ、とりあえずね、今回は台をね、上げるんですけども、残りの3キャラも全員上げたいと思います。終わり。よし、頼むよ。99以上いかないでよ。どんな問題？そこがちょっと問題。どうだ？ 99 止まって。よし、止まったー止まったー。あ、究極の戦士っていうトロフィー獲得しましたね。なんか覚えたりしないのかな。それでは戻ってきました。ステータスを見ていきましょう。第レベル99ですね。で、衣装変わりなし、必殺技も変わりなし、特技と呪文も変わりなしですね。うん、レベル99になって、まあ、ステータスが上がったっていうだけですね。あ、ちょっと全部外しますね。素の状態のステータスがこれです。横の補正は何だろう？あ、あれか。神殿の、ボーナスの補正値かな？いや、ちょっとよくわかんないですけども、まあ、多分それだと思います。レベル99の、絆の記憶なしのステータスがこんな感じです。
でもやっぱこのゲームね、絆の記憶、これのね、補正がとにかく大事です。もう、レベルよりもこっちの方が、強くなる要因なので、これをね、上げないと話になりません。はい。ということで、残りのね、ポップ、マーム、ヒュンケル。そうね、ポップに、経験値アップをつけて周回すれば、おそらく全員レベル99にうまいことなるかな。うん、それで上げていきたいと思います。はい。では、レベル99皆さん、5、6時間でいけますので、頑張ってやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。